こんばんは、北関東電波チャンネルの今日です。北関東電波 Vlog 4月の22日土曜日ですね。土曜日の晩、今日のセットアップは、まあね、前回レビューしたこいつ、明治トリカーキットに、ステンの26ゲージで、デュアルで組んで、0.35 オームですね。で、リキッドはちょっともったいないけどオリビアスイートね。まあこいつ結構ね、爆炎でやってもね、味がいい感じに出てくれるんで、まあまあ VCT なんかよりも私はこっちの方が全然ね、深みがあるんで好きですね。結構ね、ちょっとね、量が、ボトルの量が少ないんで結構もったいないんですよね。まあ今日休みなんで一息みたいな時には爆炎でドカーって吸って、そうじゃない日はね、ポケックスでね、じわじわ吸ってますね。絆もなくなっちゃったんで今度買いに行かないとね。じゃあとりあえずしてない人のためにちょっとだけ解説。これおもてなしリキッド、オリビアスイートですね。はい、こいつはあの RY4 系のね、RY4 ベースに、まあ、結構ね、バニラとか、バニラなのかな、クリームというかバニカス系みたいな感じのがね、いい感じにミックスされて、これもね絶妙なんですよ。これ私の中で一番おもてなしの中では好きですね。はい、てなわけで今ね、今じゃないな、作ったのがね前なんだ。よいしょ、今ね、これ作ってるんですよ、じゃん。ね、オリジナルの、ね、自作のリキッドなんですよね。レシピがね、バチッと決まったんで、一気に 400cc 作っちゃいました。ね。ね、ちょっとボトルはね、500cc 入るんですけどね、こうね、フル分のスペースを考えてね、400cc 分作ってて、これがね、不思議と美味しかったんですよ。不思議とってとかね、不思議なんですけど、パイナップル系なんですけどね。ね、夏に向けてね、こうフルーツ系のさっぱり作ろうと思ってね、最初はね、マンゴーをベースに作ってたんですよね。マンゴーとピーチをベースに作って、あれな、イメージはスクリューバッコの、マンゴーバージョンを作ってみようと思ったんですよね。そんなイメージ作ったら、隠し味にちょっとこうね、違う風味入れようと思ってね、パイナップルを入れたら、パイナップルのね、フレーバーをね、ドバッと入れすぎちゃったんですよね。で、あ、やべえ、やっちったと思って吸ったらね、これがうまくてね、逆にね、パイナップルの隠し味にピーチとマンゴーがいるみたいな形になってて、で、タバコ系もね、割合薄くなっちゃったんですけどね、逆にね、パイナップル実はほんのりタバコみたいなね、すごいね、神がかり的なねレシピができたんでそんでね、今ちょっとね、振って混ぜてをね、ここ 2,3 日やってたとこだったんですよね。あとはこれ人に配るように、人にもねお裾分けできるように小分けに分けて、あとはね自分用にはさらにメンソールもその後追加で足そうと思ってるんですけど、とはいえやっぱり、どこ行ったあったね、こいつ美味しいよっと。いやー、結構ガンガン減るからもったいないからね、めったにこういう吸い方しないですよこいつでは。なんか今日はそういう気分なんですよ。で、そうそう、多分まだピンときてる人少ないと思うんですけど、このね810というねドリップチップの規格が一応あるんですよ。まあね、言い方いくつかあって810っていう場合もあったり、あとはハーフインチ、ちょうどね径が、0.5 インチなんですよ、ここのね。なんでハーフインチのドリップチップとかってあったりするんですけど、ね、それで、オーリングが、
キャップ側にはまってるもの810って言うんですよ。でね、これがね、共用というかね、互換性があるね、アトマイザーがね、まあ有名どころだとグーンで、あとはね、この間紹介したこいつ、4D24 で、こいつのね、ドリップチップがやっぱりぴったりなんですけど、あのね、こっちのね、ドリップチップの高さが若干低かったんで、ちょうどよくてこっちに付け替えちゃったんですよね。で、逆にね、もともとこっちのね、コイルアートについてたドリップチップはというと、こっち、アイジョイのリミットレスに乗っかってるっていうね、そんなね、一応ほら互換性があるんですよね。このね、アイジョイのリミットレス系、まあリミットレスもそうなのかな、本家のリミットレスのやつは持ってないんですけど、まあリミットレスも810の規格ですし、こいつも810、あとはね、マッドドッグ、あとはグーン行ったか、ケネディもそうかな、その辺がね、810って企画なんで、結構ね、通販で探すときにね、ドリップチップ4グーンとかって書いてるやつ乗っかるんで、そういうのもね、これただのやっぱり標準なんで黒い樹脂ですけどね、レジンのね、ランダムカラーとかラメ入りとかのね、売ってるの見つけたんで、まあそういうのと変えてもね、これね、内径絞ってとかっていうね、810のすごいギューンとこう絞り込んでるやつもね、あったんですよね。そういうのも面白いんですよ、ね、意外とね、特殊なと思ったら互換性がありましたっていうね、そんな話です。はい、では、今日でした。